insurance for my optimism. What if something happens? I'll never find my mind. Deep inside the mausoleum. How do I find my way inside this time? Set me free. Is there anyone out there?
set me free. You're so heavy on my mind.
and all that's left is me. All the faces quickly fading. Why can't I see yours one last time? Skies went gray as we walked that day. It's so often overcast. Heard the thunder, knew the lightning was close. The feeling continued to grow. I didn't know. I didn't know. Rain came down, you could hear the sun. Footsteps shaking the streets. Blood's washed out and nearly swept us away. The people started to crowd. We overflowed. We overflowed. Fire, 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 fire in the street.
Fire, 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 fire now, burning in the streets. Fire, 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 it's a fire now, burning inside of me. Smoke cleared out, but something hung in the air. The tanks breached the walls. What was left ringing in our ears was a bell with a never-ending toll. Now everyone knows, everybody knows. Trust the government. It's a fact of life. It's a fantasy.
So long ago.
breaking, my pulse is racing. Every time I wonder, what have you found out? Is there something that I already know about? I'm living.
juggernaut. It cannot be unplugged.
Nothing.
そう。まあ先月出させていただいて、まあいろいろあると思うんですよ。こうね、いろいろね、選挙のこととかいろいろ考えなくちゃいけないなと思ったんですけど、やっぱり社会派になれなかったので、はい、なんかやっぱりね、なんか楽しいことをしたいなということで、やっぱ頑張ってる人ってね、すごい頑張ってるんですよ。本当にYouTube でね、ルーさんもね、もう意地だと、ここまで来たら意地だと言ってたので、絵描きとして意地をこうしてみたいなと思って、初めて画材屋さんで絵の具を買いました。おそうですよね、アイリさん普段白黒で絵を描いてて、名前も白黒というね。思った以上にあれなんですね、なんかちゃんとしたお値段するんですね。いつも普段だと炭中心ですもんね。炭ばっかですね。でもう本当に手に入れやすいんで炭が多い、100均でもう買わせていただくもんで、本当に大佐さんにはいつもお世話になってます。お仕事お待ちしてます。っていうので、ちょっと絵の具、もう白い絵の具を塗ってみようかなということで、なんかやっぱ描く前に酒飲むとあれですね、よくわかんないことになるので、天馬を描きました。砂丘がいつもの林さんと全く違うので、そうですね、いつもなんかはっきりちゃんと分かるものを描きたいなと思っているので、今日はその、まあ、酒の勢いと、はい、ちょっと新しいことしてみたいなと、めちゃめちゃ新しいですね、こけるつもりでやってました。で、まあね、こういう時にね、やっぱり意地でやってる人たちがいるので、そういう人たちが、まあ、かけられれば、アマをかけられればいいなと思って、あとはもう口ですので、ちょっと伝えたいことは、そうです、まだ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 僕たちへかけは死なないので、まだまだやります。はい、ありがとうございます。はい、それでは、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、配りカメレオンでお疲れ様です。はい、そこについてお話聞かせてください。聞いて、なんかもうとりあえず行きたいっていうか、なんか思ったとりあえず手で動くの、なんか自分の言葉をこうどう表現していいのかよく分からなくて、なんか集中でなんかもんもんとしてて誰にも話さない。多分みんなにもやもやした気持ちとか感じてて、私もそうなんで。でも何かこう見つけたい。でもこれをどう表現していいかわからないけれども、手が動くままに描いたっていう感じです。今回キャンバスに描いたから。キャンバスで。サイズめちゃくちゃでかいですよ。欲張りカメレオンさん。そう、同じぐらいで、そうです、同じぐらいで、最後はマスキングテープで鶴を表現したのがすごいですね。なんか見てて、おーって思う、すごい仕掛けだなって、なかなかそういう使い方する方もいらっしゃらないですよね、最近に。そうですよね、またこういうライブペインティングの一人でやらないときはプロジェクター交えたりとか演奏やられたりとか、いろいろ欲張りな欲張りなんで、今回1時間ライブペインティングはどうでしたか？なんですか、久しぶりでなんか間に合うかみたいな、とりあえず表現しようみたいな。素晴らしい、はい、感じでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、たくやたくゆうちです。映画作品についてお話聞かせてください。すごい久々のライブペイントでちょっとドキドキして、ね、ちょっと体の中にちょっとカッカしてたので、心臓から体の中に自分の体の中
う機材って言ったらいろんなものを使ってらっしゃいますよね。そうですね、はい、なんか使いそうかなと思ったら、そうですね、買ってきて使う。だからかぶりついた理由とかあるんですか。どう、なんだろう、なんかこれを外部テントで使うんだったら、はい、これだったらどう使うかなみたいな、うん、なんか道歩いてて考えるんですよ。すごいですよね、だって、はい、スポイトとたわしと木の板そうそうこの三角のやつは何ですか。あ、これ、はい、ホームセンターでなんか家の角とかにくっつけるの木の板だと思うんですけど。あ、木の板なんですか。そうです、なんか6年ぐらいあ、これ持ってる感じじゃいいし、いいじゃないと思ってすごい使ってみました。今日も竹内さんの世界のマサンスで来てました。2枚書かれましたよね。はい、こちらの方も見せてください。2枚目っぽいかなと思うんですけど、今年花火大会やらないなと思って、大きいのやつを仕上げました。素晴らしい。最初ね、もう2枚目も始まった時手でわーって描いてるから、すごいなんか蝶々に見えるの。それはなんか意図的な、いや、なんか、はい、最初は手でこう動きを何も考えずに作って、その動きからイメージが湧いてきて、次真ん中にしよう、端っこに入れようっていうのを最初の1点目から頭で考えてきて、ありがとうございました。はい、これで終了です。ありがとうございます。